皆さんこんにちは、ケスタジオの加藤です。今日も初心者さんにおすすめな簡単な曲ご紹介していきたいと思います。まあ、今日ご紹介する曲はボーイさんのノーニューヨーク。はい、まあ、簡単とはいえめちゃくちゃかっこいい曲ですので、まあ、まずですね、出だし、もう曲の最初ですね、こういった形で入ってきます。スネアとフロア、でも足ないですね。両手でダッダッダッ3発連続で叩くだけです。こういった形でスタートします。はい、めちゃくちゃシンプルです。まあ最初のダッダッダもシンプルですけど、その後ダーンとフラッシュシンバルを入れて音を伸ばして、そしたらもう8ビートが入ってくるんですけども、この8ビートがこういった形なんですけど、これって僕が体験レッスンで一番最初に教えるやつだったりします。はい、もうあのバスドラムドシンプルに頭に一発入ってるだけなんですよ。こういった形になってます。でこの曲ずっとこのバスドラの形なんです。もう曲のね8割9割はこのバスドラムの形なんですよ。なのでめちゃめちゃシンプルです。初心者の方って右足が思うように最初ね動かなくて苦労される方が多いんですけども、まあそういった面でも考えるとこの曲かなり初心者の方におすすめじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さん挑戦してみていただきたいんですけども、まあこの曲はあと他にもフィルインとかねいろいろ出てきますけれども、フィルインもこうこういったシンプルな連打が出てきたりとか、かなりシンプルなものが多いです。原曲でいう2分7秒あたりからちょっとね変わった間奏部分っていうのが出てくるんですけれども、電子パーカッションみたいな音が重なってるんですよ。こういうドラムを叩いてる上になんかトゥク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 みたいな、これのねもっと生ドラムっぽくないやつ、なんか電子音っぽいやつが重なってるっていう場面が出てきちゃうんですよ。2分7秒あたりです。ぜひ聴いてみてください。でそこを再現しようとするとおそらくね腕が足りない手が足りない、はい、スティック2本じゃできないんじゃないかなという場面が出てきてしまうんですけども、こちらはですねボーイさんめちゃくちゃ有名なあのライブラストギグスがありますので、ラストギグスの方を見てみると高橋誠さんあの曲を生ドラムだけでしっかりね成立させてるんですよ。そのフレーズっていうのがこういったフレーズになります。まあ、ちょっとね左手がなんかこうさってなんかこう急に動いて、初心者の方には難しそうに見えるかもしれないんですけども、これ実はさっきのシンプルな8ビート、この8ビート、これをまず右手をシンバルではなくてフロアタムに移動してきて同じ動きをします。こういう状態でこれにたった一発増やしてあげて、こういう状態で演奏されてたりとかします。はい、ですので実はこれ見た目派手ですけど結構簡単だったりするんですね。初心者の方がこの曲をコピーするときは、僕はこう原版のバージョンを再現しようとするんじゃなくてラストギグスバージョンがいいんじゃないかなと思います。その重なってるパーカッションの音をどう再現するかとか、まあ、それをねどう生ドラム1台で再現するとしたらこうじゃないかななんていう風に作られた楽譜を見て一生懸命練習するんではなくて、もう最初からまあご本人、高橋誠さんご本人がお手本としてじゃないですけどやってくださってるそのラストギグスのバージョンをねそのままコピーするのが一番楽しいんじゃないかななんて思いますので、ぜひ皆さんねラストギグスバージョンでやってみるといいと思います。ちなみに僕がネットで販売してるこのノーニューヨークのドラム譜面っていうのもあるんですけども、それも実は CD バージョンではなくてもうラストギグスバージョンを耳コピーして販売しております。ボーイのノーニューヨークっていう、まあボーイといえばこの曲なんて思う方も多いんじゃないかなっていうぐらい有名な曲なのに、あれだけのヒットソングなのにドラムシンプルで取り掛かりやすいよと、最高ですよね。というわけで初心者の方でボーイ世代の方なんかはぜひ一度この曲挑戦してみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。